中国のサイトで見つけたこのやばいチェーンルブ買ってみた、これでめちゃくちゃ注油が楽になるって言って買ってみたのがこちらになります。キャップをギュッとね開けまして、そしてくるくる回すんですけど、まあどうやら回転が鈍い、これまたちょっと心配、やっぱりちゃんと回転しない、あの動画夢だったのか、この方法ではどうやら注油ができないということで、結局こういう注油になりました。